日常。今日も始まりましたファンドマンの日常。 ABF キャピタルの代表の熊原です。取締役の中野です。取締役の蔡です。じゃあ今日も始まりましたファンドマンの日常。今日はじゃあ宮田君会で。はい、はい、宮田です。よろしくお願いします。で今日はですね、まあ、ちょっと夏になって暑くなってきてるので、うんまあ、怖い話というか、怖いよ怖いよ聞かなきゃよかったなみたいな、うんうん、あ実はそうかみたいなのもちょっとお話できたらなというふうに思ってます。なるほど。はい、テーマは、まあ、まあ砂糖とか飲料系の話ですね。砂糖とか飲料系の話。コーラとかの話。あで、まあなんかご存知かもしれないんですけど、うん、せっかくなので、というので、うん、ちょっと本持ってきてまして、うん、これ僕この会社転職する前に、うん6キロ、7キロぐらい減量したんですね。うんうん、で、まあそれ糖質制限で減量したんですけど、うん、まあそれのきっかけになった、まあ糖質中毒っていう、そういう本があるんですけど、まあちょっとそれを使いながら、あとは他の論文とかも。使いながらついに学者が現れて薬学生だったっぽいところを出してお話してきたと思ってます。でちょっと今ちょうど中野さんアイス食べてますけど、うん、皆さん甘い食べ物とか、うん、甘いジュースとかコーラとかは好きですか？食べます。食べ物はめきます。食べ物好きですか、ね、まあ糖質っていうのは、まあ基本糖質だと思うんですけど、人間って知らぬ間にこう、もう現代人っていうんですかね、糖質中毒になってるんじゃないかっていうので、糖質を取らないとダメだ、みたいな、そのサイクルに入ってる。と、まあ、将来的に、あんま良くないので、糖尿病とかになっちゃうので、ちょっとまずその糖質中毒チェックテストっていうのをですね、この本に基づいて、できればと思います。ドキドキ俺はだってちゃんと準備して。まあ、最後の確実に糖質ね。チェックですね。まあ、10項目ありますので、ちょっと順に数えていってください。うん、で、1つ目が、朝食をしっかり食べたのに、昼食前に空腹感を覚える。はいか家で。はいの数を数えます、うん。で、2つ目、ジャンクフードや甘いものを食べ始めると止めるのが難しい。で、3つ目、食後も時々満足感を感じないことがある。で、4つ目、食べ物を見たり匂い嗅いだら食べたくなる。5、5つ目が、お腹が空いていないのに食べたくなることがある。で6つ目が、どうしても夜食を食べたくなる。7つ目、食べ過ぎた後何かだるい感じがする。8つ目が、昼食後なんとなく疲れや空腹感を感じる。で9つ目が、お腹いっぱいなのに食べ続けてしまうことがある。で最後10個目が、ダイエットしてリバウンドしたことがある。なるほど。どうですか？ゼロから2個だった方。いや、さすがにでもそうですよね。まあちょっと厳しめだと思うんですよ。そういう本なんで。食べ物見たりしたらそれはね、と思うんで。3から4つだった方。あ、熊原さん。4つ。おお。意外と。これはまだ軽い中毒ってかなってます。中毒厳しいんで。厳しい方なんで。で5つから7つの方。あ、ほとんどの中野さんも、伊達さんも、長松さんも。で、最後、8つから10個だったのが。8。あ、8。まあそうですよ。読んでてちょっと、蔡さんのことがすごい思い浮かんだので。8だ。はい。っていうのが、まあ、ちょっと、8つから10だと、ひどい中毒って書いてあります、ね。まあ、言われてもつかないぐらい。基本認識は。5から7は一般的な中毒。5からなんか中程度の中毒。中程度、はい。まあちょっとまあそういう本なんで、寄った、なんか、大げさな聞き方は基本的にはしてるんですけど、糖質ってそうやって依存性がすごくあるよねっていうお話ですね。あともう一個クイズありまして、うん、まあそんな糖質なんですけど、この3つドリンク言うので、その中で一番糖質っていうんですかね、炭水化物が多いものを選んでもらえればと思います。で、1つ目が、ファンタオレンジ。うんで、二つ目が、四つかな、コカ・コーラ。うん、で、三つ目が、三ツ矢サイダー。で、最後がオランジーナ。この四つ。うん、で、糖質？糖質が一番多いもの。炭水化物が一番多い。オランジーナちょっと低かった。そう、オランジーナはなんか低いイメージは。なんか、コーラじゃん。コーラは確か150キロあたりで50キロカロリーぐらいのはずだから、あれ、多分15グラムぐらい。多分100ミリリットルあたり差が入ってる。ああ、じゃあ、もうこれは答えをいっちゃいましょうかね。はい、まあ、ほぼ同じです。ほぼ同じで、若干だけコーラが多いです。ファンタが100グラムあたりで、まだ500グラムあたりで言えば 10.5、
コーラが 11.3 で、三ツ矢サイダーが 11g で、オランジーナが 10.5。オランジーナ結構入ってるんですね。で、これ要は、10% の砂糖水になってます。で、この 10% っていうのが、この人に依存性を持たせる濃度とされてまして、まあ、なので、まあ、こういうメーカーとしては、それぐらいの設定でして、また飲みたいねってこう思ってもらうような戦略なんじゃないかと。一時期 X で見たけど、桃の天然水飲みすぎて糖尿病になった人のなんかついたって宝石になった。そうそう、宝石になった。じゃあ、そうなんですね。桃の天然水を危険って書いてある。いやいや、桃の天然水は天然水じゃないけど。まあっていう、まあ、続説があるって感じですね。あ、これなんて言うんでしょう。そういう、まあ、動物実験レベルだと 10% で、本当に依存性が増していくんですよ。そこは結構証明されているんですけど、人間、人の試験で、そこがまあ、完全に合意が取れてる話ではないので、まあ、ただ、まあ、そういう話があると。で、まあ、経験的にも、なんかそコーラとか飲むとやっぱり、飲みたくなるじゃないですか。砂糖 10% 混ぜたらいい感じってこと。いい感じかもしれないですね。またどうなったアルコールと組み合わせるとどうなるか。まあ、アルコールそんなに、とかほとんど糖分入ってないので、うん、同じ 10% でいいんじゃないですかね。軽いわって、やっぱそうだけど。まあね、甘すぎるから、なんか糖質だからって味の問題で、まあね、やる前提だ。まあ、はまったり、飽きが来たりしそうだ。軽いは時間にやばいね。時間がやばい。知ってきたはずだけど。大学生ですらやってなかったね。カルーは時間の妙。時間の妙かもしれない。一番きつい。多分無理。テキーラより無理。多分カルーは時間の妙。やめた方がいいです。うん、いや本当に血糖値が急に上がりすぎて、大変なこと。そう。ダルサップとかね。塩は本当にまずいですけど。あ、取りすぎると。砂糖は死にはしないですけど、ダメージを大きくとすね。確かに。いうのなんで、まあ一応、WHO 的には1日 50g 以下ぐらいにしてくださいって言われてるので、まあ1本弱ぐらいですね。炭酸のとか。まあ熱くなってくるので飲みたくなると思うんですけど。100g あたりか。そうなんですよ。はい、1本だと。さっきの100ミリあたりが10g だから。そうなんですよ。はい、50g ってことですか。そうなんですよ。50g。そう。はい。そう。まあ、だって、米いっぱい食えばそんななんじゃないの？あ、まあそうです。なので、まあ米食べちゃったらもう食べない方がいい。飲まない方がいいですよね。いや、3食食ったら余裕でアウトで。一食でそれぐらいあるようにしなくはないけど。ラーメンとかもいっぱい食うから、そのぐらいで。ああ、でもこれあれか。白ご飯とかでなんかアウトなんですけどね、はい。これなんかガイドラインあれですね。なんか、それドリンクの通りはっていうような書き方してました。なので、まあ食事を普通にご飯とかで取った上に、さらに飲むんだとしたら。そういうことか。はい。プラスアルファ。プラスアルファで、としたらそれぐらいに抑えましょう。ご飯を思い食べてたら、まあその時に落ちがってきてくる。はい、抑えた方がいい。抑えた方がいい。そうですね。はい。一時期、なんだっけ、ケトジェニック。ダイエットで。人に1日の糖質を 10g とか、ね。はいはいはい。僕でもそれやってました。まあ、何もほぼ食べないみたいな。さっきは本当にほぼ食べないから、そうだね。そのパテラみたいな。糖質がないものを食べて、抑えるとかじゃなくて、はい、食べない。いや、それは。それは違います。ただの、そう、ただの接触。ランチダイエット。中野式ランチダイエット。ただのプロリーセル。しかも、怪我状態のリンク。はい。すげえ。ウォーターファジー。もう食えなくなっちゃうから。いや、最近流行ってる漫画あるやん。ドカ食いの漫画あるやん。ね、なんだっけ、ドカ食い大好き、もちづきさんってやつ。知らない。ラーメン大好き、ラーメン大好きの。いや、違う、すみません。すごいな。その言葉で、痛むっていう単語があるなんかこうドカ食いして、こうブワッてこう、そのままこう、高血糖で酩酊状態になるのを至るって言うんですよ。ああ、まずいですね。そうそうやね。まずいですね。死が、しらすくとか書いてある。そう。今流行ってる。なんか YouTuber で主婦みたいな人で、厨房炊きのお米をバーンって開けて、はいはい、なんか味噌汁みたいな、汁物欲しくなってきたって言ったら、デカ盛りのカップ麺を。開けるみたいな。で、その衣装をなんかコロッケとかで食いまくるっていう人がいて。はい。おやばいな。やばいです。合わせてるのもコロッケだから。マジで真似しない方がいいですね。一般の人は。血糖値そうやって急に上がると何が怖いかって、その後急に下がるんですよね、インスリンが出て。うんうん、で、そうすると、もうそんだけ糖分が脂肪に変わりますし、あとは低血糖になるんで、イライラしてくるんですよね。で、またお腹も減るしっていうので、最悪の、
負のスパイラルに入っていくので、野菜とかと一緒に食べて、血糖値が急に上がらないようにすれば、大丈夫です、うん。全然食べても。で、痩せたかったら、食べなきゃいいだけなんで、糖質を。維持だったら全然大丈夫です。なんだっけ、エビスリ糖何それ、糖質じゃないけど甘いやつ。あ、そうなんですよ。ありがとうございます。なんか、次がその人工甘味料の話です、ね。お後編へ続く。